展開秘話、中田ヤスタカ、キャプスルがプロデュースを手掛けた一曲。キャリーの原点回帰をしながらも前に突き進んでいくという決意が込められている。また8月25日には、原点回帰のミュージックビデオが YouTube でプレミア公開されることも決定。彼女のオフィシャル SNS と YouTube チャンネルでは、MV のティザー映像が公開されている。また現在 LINE ミュージックでは、原点回帰のリリースを記念したキャンペーンを実施中。期間内にこの曲を10回以上再生すると、抽選で50名にオリジナルジャケット写真ステッカーがプレゼントされる。さらにデビュー10周年を記念して、本日よりスタッフによるオフィシャルインスタグラムアカウントも開設された。このアカウントでは、普段見ることのできないスタッフ目線のキャリーのオフショットや最新情報が発信される。さらに2022年1月からは10周年を記念したアニバーサリーツアーが開催されることも決定。キャリーにとって約3年ぶりとなる今回の全国ツアーは1月16日の神奈川厚木市文化会館大ホールを皮切りに、7月18日の長崎アルカス佐世保大ホールまで全28公演が行われる。彼女のオフィシャルファンクラブ KPP クラブでは、会員を対象に本日8月17日20時から23日23時59分まで各公演のチケット先行予約を実施。オフィシャルサイトでの先行受付は8月27日18時にスタートする。